皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、こんな感じのナーズの夏コスメを使ってメイクテアしてみました。ちょっと前髪さすがに切りすぎたかなはい、よかったらね、たくさんレビューしながらメイクテア GRWM しているので、最後まで見ていってください。ということで、どうぞ。こちらナーズラディアンスプライマーメイキャップベースを使ってきます。これはツヤが出るプライマーになってて、もう、昔から大好きなんですけど、ちょっとね、なんかピンクっぽいサーモンピンクの色がついてるんですけど、まあ、伸ばすと透明なんですけど、ツヤがねすごく出てくれるアイテムです。ちょっとつぶつぶっとしたパールっぽいのが入ってて、ここニキビがね、ちっちゃいニキビが今日から誕生しましたそのパールが潰れてというか弾けて、ツヤ肌にしてくれます。もうね、日焼け止めまではさっきスキンケアやった時に終わらせました。だってリップクリーム塗りたい。めっちゃ今さ、唇の調子悪くて痛いんだよね。そしたらナーズのコンシーラーを先にちょっと、この赤いの目立つところにだけ。今日はね、これからちょっとドキドキの予定が入ってまして、なんと顔をアップデートしてきますって言っても、まあ、削ったり大手術とかではないんですけど、ちょっとねアップデートしてきます。ずっとやりたかったメニューがあって、それを受けに行くんですけど、多分ね個人差あるけど2日3日ぐらい腫れちゃう人がいるらしく、だからどうなんだろう。それによって、あまりにも腫れてる状態でさ動画撮ってもあれだから、ちょっと撮影を控えつつ編集とかにその時間当てたりとかしようかなと思ってるんですけど、そんな大掛かりなやつじゃなくて、ヒアルロン酸をちょっと注入したりとかですね、そういう感じ系で。またちょっと動画で気になってくれる人がいたら、やってみてどうだったかとかも話せたらなって思ってます。よし、その間にファンデーション、こちらじゃん。これ可愛くない？ピンクのパッケージなんですけど、ちょっとふわふわっとした、ふわふわというか、なんというか手になじむケースが限定で発売されます。めっちゃ久しぶりな気がします、クッション使ってるの。なんか最近謎にリキッドファンデーションにハマってて、リキッドを使うことがすごい多かったんですよね。資生堂のリキッドか、シンピルテのリキッドか、あとはお気に入りもう一個ぐらいあったんだけど、なんだっけ、そう、まあそこら辺を最近使ってることが多くて、そう、まあ、あとは普段から新しいやつとかもいろいろ試すんですけど、なんか定番でパパッとメイクしたい時に手に取るのは資生堂のリキッドか、シンピルテのリキッドがすごいね気に入ってます。シンピルテのリキッドはね、なんか最近通ってる美容室のお姉さんもそのシンピルテのファンデーションの試供品だったかな、を使ったことがあったらしくて、すごい良くて感動したんですみたいな。でもそれに出会うちょっと前ぐらいに新しいファンデを買っちゃってたから、まあ買ったばっかだしなと思って我慢して買わなかったんですけど、やっぱりいいですよねシンピルテみたいな話になって、めっちゃいいですよっていう話で、そうやっぱ買おうかなって言ってましたそう、はい、こんな感じで。もクッションやっぱナーズもいいよね、めっちゃ肌綺麗に見えない。結構私今ここら辺もすごい荒れてるし、ここもニキビあるし、すごい肌の調子悪いんですよね。なんか大きいのがドーンっていうよりかは、ちっちゃいのがちまちま今あって、それがちょっと悩み。もう早速これ紹介したいんですけど、こちらじゃーん、
ナーズラグナアルティメイトフェイスパレットです。ナーズの夏コスメってこのラグナシリーズがねすごく毎年印象的なんですけど、今年もこんな素敵なパレットが登場します。でこちらがシェーディング2色とハイライト1色、シャドウが4色入ってるようなすごくマルチに使いやすいパレットになってます。外資系のパレットってやっぱいろんなお肌のね国の方々がいますから、なかなかこう私たちが使いやすいシェーディングカラーだったりとかっていうのが難しい場合もあると思うんですけど、これはハイライトもシェーディングもいい感じの色が入ってて、ここはねちょっと濃いんですけど、まあ、アイシャドウに使ったり、あとは眉毛にこれから使おうと思ってるんですけど、結構ね万能です。じゃあここのカラーを眉毛に入れていきます。今日は眉毛を描いてからパウダーをしたいと思います。今髪色がさちょっと落ちてきて明るくなってきてるのでちょうどいいかも。そう、久しぶりにさこの前ブリーチをしまして、イメチェンしたくなっちゃって、ずっと赤だったんですよ。もう1年ぐらいずっと赤で、もう髪色もう髪の奥深くまで赤がこびりついてたんですけど、それをなんとかさ3、4回ぐらい反対色みたいな色でこう赤を打ち消していって、やっとブリーチをしてもらえるぐらいまでなって、一回ブリーチしてちょっとアッシュっぽい色を入れてもらって、それが落ちてこんな感じの色です。でもこの色も綺麗だよね。ちょっとまだアッシュが若干残ってる、真っ黄色ではない色かな。じゃーん、そうこちらのシリーズライトリフレクティングセッティングパウダーの限定のパッケージ、限定パケで登場します。まあこれはもうみんな知ってると思うんですけど、フローレスなね仕上がりでサラッサラなお肌に仕上げてくれます。本当にこれ使うと崩れにくいし毛穴が目立たなくなるので、夏はねやっぱこれだなってなります。毎年いろんな新しいやつとか出てきて本当にいろいろ使うんですけど、やっぱナーズのこのパウダーほどサラサラで使用感がいいものってなかなかない。なんかふんわりしっとり仕上がる保湿力あるパウダーとかもねいいんですけど、やっぱ夏って考えるとこれがね最強なんですよ。本当にめっちゃ好き。ライトリフレクティングコンプレックスっていうのを配合してくれているので、このサランサランなどこから写真を撮られてもフローレスな美をお届けできるということで、ちょっとさ、まあ、難しいそのライトコンなんかコンプレックスとか言われてもちょっと分かんないなって思ったりもすると思うんですけど、まあ、とにかくサラサラになってよれにくくてすごくいい。なんかサラサラになるけどめっちゃマットになるっていうほどでもなくて、自然なツヤは残してくれてて本当に自然なんですよ。マジで自然なのでもうこれはねもう一生コスメですね。もうなんかこの世でパウダーが1個しか使えなくなるんだったら私はナーズを選びます。はいそんなことないんだけど絶対に。はい、次アイシャドウですね。さっき使ったこのラグナアルティメイトフェイスパレットもすごい可愛くて、こんな感じの4色がラグナの方に入ってます。シマ、マット、スパークリング、サテンの異なるテクスチャーが4色セットされていて、ほんとそれぞれがね夏にねほんとぴったりな、ちょっとなんかハッピーになれそうなブロンジングカラーで超おすすめの4色です。でちょっとそれを使うんですけど、ちょっと待ったーっていう感じで、まだね今回いっぱいナーズ新作出るのよ。こちらも先に使いたいと思います。ナーズから新しいアイシャドウスティック、待ってどれ、トータルセダクションアイシャドウスティック、私は2色今回手元にあるんですけど、03745はこんな感じで影みたいな色で、もう1色私が選んだのはここのチョコレートみたいなカラー、これが03747です。これを仕込みでまず土台にこのまず明るい方03745を使います。フロキシロックテクノロジーっていうテクノロジーで、スムースによれにくくフ
フィットしてくれるようなアイシャドウスティックになってて、もちろんアイシャドウとして1本でも使えるし、濃い色はアイライナーとして使うこともできるし、こんな感じでこうアイシャドウをする時の一番初めにこう仕込みとしてアイシャドウベースとして使ってあげることも推奨されてて、こういうね今使ってる色とかまさにちょっとこう深みが出せてお肌の色が均等になるようなアイシャドウカラーなのでベースにめちゃくちゃいいと思います。で目の下にもやっぱちょっと深みがある目の方が私はね盛れると思っていて、まあその人の顔にもよると思うんですけど、私のお目ん玉には少しぐらい深みがあった方がいい感じに盛れるんですよね。この色もねすごい絶妙な、ありそうでないような絶妙な色なの、本当に好きです。結構グレーだと私目元がくすんじゃったりするんですけど、これはねギリギリくすまない絶妙な色でちょっと深みが出るんですけど超いい色で、これがちょっと濃いのでアイライナーとして後で使うんですけど、そうこの色もねすごい可愛いブラウンなのでおすすめです。こっちのアイシャドウに戻ってここの色使おうかな、マットカラー。昔さ、昔実家で動画撮ってる時すごい救急車が毎回のように通ってて、なんか治安悪い地域に住んでますねみたいな感じの話題で盛り上がったのをね今ふと思い出しましたね。今もね割と多分救急車の通り道とかってあるじゃないですか、こう大きい病院に行く途中の大きい道なんですよ多分。だから、まあ、ちょいちょい通ってはいるんですけど実家は越えないですね。さすがにあの時は毎日通り過ぎてて、はい、こんな感じ。ちょっともうちょい近く、ここの色がねマットなピンクなんですけど、こんな感じの色で可愛い、サーモンピンク。最近夜に友達とかと電話するのにハマってて、なんか一人でネットフリックス見たりこうそういう何でもないぼーっとする時間夜大事なんですけど、なんか最近電話が好きで、昔より友達が今海外に働いてる、海外で働いてる友達とかいたりとか、学生の頃のね友達でとか、なんかそんな気軽に会えない距離になっちゃったけど仲良しな友達と電話して近況報告したりとかするみたいなのをね夜な夜な結構してます。楽しい。こんな感じ。ここが終わったので次がどうしようかな。じゃあ一旦ここ、なんか電話って今までさいつ終わればいいのか、その終わるタイミングがわからないのが苦手で、もうなんかもう話したいこと終わったかな、終わったかなとは思わないんだけど、なんかこういつ切ろうかなみたいな、なんかさ寝落ちさせちゃうぐらいまで付き合わせるのってなんか申し訳ないじゃないですか。でもなんかもう夜中の電話とかってさ次この後予定あるとかじゃないから、なんかもうやめよっかっていうタイミングが分からなかったりとかするとなんかムズムズするというか早く終わらしたいわけではないんですけど、なんか逆に気使ってくれてるかなとか思うと早く終わらせてあげた方が明日も仕事かなとかさいろいろ考えちゃって、なんか電話苦手だなって思ってたんですけど、ちょっとぼかします。でもなんかまあもう大人なのでね次の日があることもみんな分かってることだからというか、そうだからなんか最近はちょっと電話も大丈夫になってきました。慣れてきました。そしたら次ここ濃い色使います。昔の方が電話苦手だった。でも未だになんか知らない番号とかから急に来るとなんかさヤマトさんだったりとか、あとなんか私が支払い忘れちゃってて催促が来たりとかちゃんとしてっていうね感じなんですけど、あとなんか予約してた電話、予約の確認の電話とか、なんかそういうこういつも電話してる人じゃないけど急に電話が必要な時みたいなのもあるから、知らない番号でも、まあ、私の場合は出た方がいいかなって思うんですけど、なんかドキッとして一旦スルーしたくなるんですよね。なんで電話ってそんななんか怖いんだろう。そんな別に悪いことしてないから
出ていいはずなんですけど、なんかドキッとしちゃう。はい、こんな感じで締めたら、このキラキラを最後細いブラシにとって目の下のポイントに使います。かわいい、いい色です。ナーズのコスメは本当に発色が良くて、本当に色もおしゃれで、もうね、昔から大好きなんですけど、こんな感じです。で、ちょっとだけ中央にも足そうかな。 OK、 かわいい、きた。こんな感じで完成です。したら、こちらのさっき使うって言ってた濃いアイシャドウを取って、ブラシに取って、うん、のせやすい。結構ね、ムースっぽいテクスチャーなのでスッとかけていいですよ。シェーディングとかこれ1本で完結すんのめっちゃいいよね。急いでる時とかほんと助かる。ハイライトも、うわ、このハイライトめっちゃ綺麗、すごい。すっごい綺麗。リップもこちら、これもね、新しく発売される NARS のパワーマットの新色がね、2色追加されます。で、2色のうちの私1色、こちら107番のね、すごい可愛い色なの。2色ともね、ちょっとブラウン味があって可愛い色なんですけど、今回このレッドティーブラウンっていう、なんかちょっとレッド味も感じるような、ピンク味もあるようなブラウンカラーがあって、っこっちを選んでみました。マットなんですけど、私は下に今リップクリームをつけているのでツヤになってます。なんかでも結構発表会で見た時よりも唇のせた方が赤い。どう？ちょっとチーク欲しいね。チークもこれで結構赤みがある色だから全然チークにもくすまないです。完成しました。ちょっとこんな感じでドキドキしてきた。今日唇のね、もう言っちゃうんですけど、またよかったらちゃんと動画にするんですけど、唇の縦じわを私結構ある、もともとあるタイプで、まあ、今は乾燥してるからよりですけど、より目立っちゃうけど、乾燥してなくても結構唇の縦じわが目立っちゃうタイプで、それがずっとなんか唇のレビューはしないかあのリップのレビューする時とか、やっぱ縦じわ目立つし口元に自信がなくて、まあ、嫌だなって思っちゃってたんですけど、そう、そのなんかその唇自体のボリュームは変えずに縦じわだけ改善することが可能なんだって。私もまださ、やったことないから、どんぐらいだけそのボリューム感がちょうどよく自然に入れられるのかわかんないんですけど、すごい自然に縦じわがなくなるらしくて、ちょっと気になるから一体やってみようかなって思って、その施術を受けに行きます。だって結構さ、縦じわに悩んでる女の子とかも多いと思うんですよ。私もそうだし、だそういう子たちにちょっといい、よかったらね、全力で話、お土産話をしたいと思います。はい、ということでこんな感じで私の GRWM いかがでしたでしょうか。今回は NARS 縛りということで、 NARS の夏の新作をたくさん使いながらメイクアップしてみました。全て新色だったりとか、新作、新限定のパッケージとか、もう数量限定のものがほとんどなので、よかったらね、ぜひチェックしてみてください。この動画が
いいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラム、ツイッター、TikTok やレッドなどもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。